カカシ先生、大丈夫か？どうやら限界が近いようだ。だがさすがの奴もあれだけダメージを与えれば。え？何あれ？あれってば、俺の後ろの弾か？でも大きさが違いすぎる。あれは、大丈夫かい、母さん？もう俺の声は届いていない。まさかこんな母さんを見ることになるとは。わらわはチャクラの層、分散したチャクラどもなどに。あ、何？上だ！落下し始めたのか。チャクラを一つに。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残された終わりの道。つまるところ、忍びという歴史の終わりだ。ナルト、サスケ、サクラ、奴の言う終わりの道とやらを歩く気は？これっぽっちも。当然だ。忍びの歴史ってのは、いろんな忍者の生き様と死に様がずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。終わらせねえ。忍びの歴史は俺たちで守り抜く。忍び風情がいくら吠えようが、貴様らに未来はない。消えよ。これで最後だ。やるぜ、サスケ、さくらちゃん。うん。行け。小さなチャクラ殿が、わらわを、わらわを舐めるな。なんてさっきを。ここまで来てひるむかよ。甘い。うらっ、ぶっ飛ばす。残された時間は少ない。防御より攻撃、攻めるわよ。お、二重惑星螺旋手裏剣。しぶとい。なかなか倒れねえ。話す暇があったら奴を攻撃しろ。もう残された時間は少ないんだぞ。わっ、急いで。もう黒いのが目の前に。分かってるか。時間はねえ。もう攻めて攻めて攻めまくるしかねえってばよ。何？ちょっと始末できる。マジで？シロミ？オッカちゃん？頑張って。よっと、そら！ぶっ飛ばす！飛べ。飛べ。頑張って。ぶっ飛ばす！頑張って。ぶっ飛ばす！さっさと呼べ。飛ばす。あー、頭、車、二重惑星螺旋手裏剣。母さんがここまで。なんなんだよお前たち。どこにこんな力を。
てめえは俺たちを甘く見すぎなんだよ。オカちゃんなめんじゃねえぞ。ぶっ飛ばす。飛べ。ぶっ飛ばす。ぶっ飛ばす。飛べ。みんな、行くってばよ。あとは、下がって。みんな、行くってばよ。逃がさない。みんな、行くってばよ。あとは、下がって。頑張って。もう、愚道様は止められないぞ。この勝負、母さんの勝ちだ。おらー、母様、これは異獣、惑星螺旋手裏剣。おらー、よっしゃ、大成功。ガラス、好きにしろ。貴様ら、ナルト、準備はいいな。ああ。であるわらわがこのような分散したチャクラどもに敗れるとは。なんていうのかな、お前らの第一印象は嫌いだ。今のお前らは大好きだ。行くぞ。行くぞ。チャクラ先生。これで全部終わりだ。って、めでたしめでたしな雰囲気になってるけど、私たちってどうやって帰るのよ。あ、そういえば。安心しろ。このことに気づいた陸道の力で。え？戻してもらえる。
4人とも無事なようだな。陸道のおじいちゃん、これってば。っていうか、なんでここにいるんだ。あの精神空間で2人のチャクラを少し借りていたのだ。その力を使い、しばし現世に戻らせてもらった。お前たちをここに戻す必要があったからな、ナルト、サスケ、そしてサクラとカカシ。よくぞ世界を救ってくれた。ここにいる誰一人欠けても母を封じることはできなかっただろう。特にナルトにサスケ、お前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすら叶わなかった。これからも。おじいちゃん、それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。そうか、よし。ではこれからのことはお前たちに任せることとし、わしたちはそろそろ去るとしよう。これより江戸天聖を下実する。共に戦った者であってもいつまでもここに残すわけにはいかん。光が。先ほど仙人様に言った言葉信じておるぞ。この葉隠れを任界を頼む。わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うようにあとは後の者どもに託すとしよう。待てろ。行くのか。ああ、お前も共にな。結局俺の夢はついえた。つながっている。急ぎすぎたがマダラ、俺たちの代で夢を完成させる必要はなかったのだ。いかに後ろをついてきて託せるものを育てるか、それが大切だった。いずれにせよ俺たちはもう死ぬ。次はあっちで杯を交わすとしようぞ。戦友としてな。ナルト。父ちゃん。消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ。誕生日おめでとう。あサンキュー。ほんの少しの間だったけど、お前が立派に成長してくれていることよくわかった。クシナにいろいろ伝えておくよ。お、俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。風呂もほぼ毎日入ってるし、たまに木の葉の温泉に行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど、それに友達はいっぱいできたんだ。みんないいやつなんだ。それからとにかく母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを越すほかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって、しっかりやってんだって。わかった。全部しっかり伝えておくよ。かくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第四次忍界大戦は終結した。光となり去った者、残されし者、
おのおのの思いが新たなるつながりを生み、忍びの歴史は再び動き出そうとしていた。